皆さん元気ですか。僕らはゴレンジャーです。いつもテレビを見てくれてありがとう。さて、ここは僕らゴレンジャーの本部です。世界の平和を乱す悪い奴らを懲らしめるため、いつでも出撃できるようこうして待機してるんだ。ノーアカレンジャー、退屈じゃの。何か面白いことはなかとかね。よし、それじゃあパトロールの交代時間まで3人で謎などでもするか。謎などなら任せんしゃい。あ、幼稚園の皆さんも一緒に考えてくださいね。それじゃあ早速始めるぞ。白い歯と黒い歯で上手に歌うものはなんだ。さてわかるかな。白い歯と黒い歯、なんじゃらほい。よし、ヒントをやろう。この音を聞いてごらん。あ、わかった。ピアノ。なるほどの。じゃあ今度は私の番よ。いいわね、行くわよ。赤い顔をして水鉄砲を持った車は何？そんな車あったかいの。ほら、火事があると大活躍する車よ。この音を聞けばすぐわかるわ。ああ、わかったわかった。消防自動車か。その通り。よっしゃ、今度はおどんの番じゃ。よく聞いてくんしゃい。難しいけんね。頭をひねると水が出てくるものはなんだ。みんな食事の前に手羽洗っているじゃろ。あ、わかるかの。この音がヒントじゃ。わかった。水道の蛇口。なんじゃい、どここんじゃなかとかね。いやおいらね、なぞなぞが大好きなんだ。ねえねえ、仲間に入れてよ。あ、パトロールの時間よ。ロバコン、残念じゃの。ありゃりゃ、つまんないの。よし、パトロールに出発するか。はいな。ほいよ、ほいよ。うらら、せっかくなぞなぞして遊ぼうと思ったのにな。あ、それじゃあみんなと一緒に絵描き歌を歌いながらタコ乳洞の絵描こうかな。タコ乳洞の絵描き歌はね、幼稚園の6月号に載ってるから、それを見ながら描いてね。では始めるよ。ミミズが3匹はってきて、おせんべい3枚食べました。雨がだーだー降ってきて、あられもぽつぽつ降ってきて、あっという間にタコ入洞。どう、みんな上手に描けたかな。何度も練習するとね、もっと上手に描けるようになるよ。皆さんの大好きな雑誌幼稚園には、オイラが大活躍するロボコンやゴレンジャー、母を訪ねて3000里などの楽しいお話がいっぱい載ってるよ。毎月読んでね。